続きまして、株式会社スカイデスク代表取締役社長 CEO 内村麻人様にご登壇をいただきます。株式会社スカイディスク様は製造業を中心に100社300件以上の DX 支援実績がございます。データ解析 AI 開発に加え、課題設定から一連の実装に向けた支援が強みでいらっしゃいます。では内村様、よろしくお願いいたします。はい、福岡市中央区からやってまいりました株式会社スカイディスク代表の内村と申します。本日私たちが新しく開発した AI 生産スケジューラー最適ワークスのご説明をさせていただきます。これまで我々、製造業の客様中心に137社プロジェクト実績としては300件ほど実績を積んでまいりました。その中でこちら2019年8月にプレジデントオンラインに寄稿された記事から抜粋したものになるんですけども、まあ、日本の工場の中すでに世界最高水準の生産性で改善の余地がどれぐらい残っているんだろうかと、我々も300件のプロジェクトの中で少しこの例に似た感覚を持っています。それは工場の中よりもバックオフィスに大きな改善の余地があるのではないかと、まさに経産省が指摘している2025年の崖にも通じる話かというふうに思っています。我々開発した生産スケジューラーとは、この製品を何個いつまでにというオーダー情報から設備スタッフの最適な割り当て計画を立案するシステムで、センサー線向上、QCD 改善のためには不可欠です。ただ約30年前からソリューションは存在するにもかかわらず非常に高額で導入しているのは一部の大企業のみというのがこの市場です。こちらある中小規模工場の生産計画の一部になります。この工場だと、これを毎日1シート、毎月31シート、作成しており、計画作成担当者が変わると急に現場の残業が増えるといった属人化の問題も生じています。デモがありますのでご覧ください。製品、設備、工程、勤務スタッフなどのマスターデータ作成は専属カスタマーチームがサポート。オーダー情報を入力してボタンを押すだけで、AI が最適な生産計画を立案します。この作業はもう少し時間がかかりそうと思ったら、担当者は画面上でパッと変更。動かしたくない作業があれば固定できます。最適化ボタンをもう一度押すと AI が再計算、割り当て後の手動調整も楽々です。我々はこの開発にあたってシステム開発や販売企業へヒアリングをしてまいりましたが、結果としてはかなり開発が難しく高額なソフトウェアになってしまうと。この理由としてはまるで人の顔のように全く同じ製造条件は存在せず、工場ごとに細かく仕様が変わるという特性にあります。これはある工場から見ると不要な機能が山ほどあるような複雑なシステム構造になっていて、ノウハウを持つ SIA の多大なサポートがなければそもそも成立しないと。既存のソリューションの場合、パッケージソフト仕様に合わせたインプットデータの整理整形、また製造条件を反映させるためのスクリプト作成で20人月ほどパッケージソフトを購入後にかかってしまうと。我々は最適ワークス専用のプログラミング言語を開発しており、インプットデータの仕様から定義可能と、また製造条件を定義するだけで AI が自動プログラミングする。まだ開発中途中のところもありますが、それでも開発速度としては20倍以上のスピードを実現させています。我々が目指すのは多大なシステム投資、社内エンジニア体制構築が困難な 99% の中小製造業が自ら DX を推進できる業界特化型のノーコードサービスに進化させたいというふうに思っています。我々数十億から数千億の企業まで幅広くお話をさせていただいてますが、すでに50社超から実データを受領しており、国内製造業各社の強いニーズを実感しているところです。ご清聴ありがとうございました。ねど